こんばんは、大島匠です。匠クロージングチャンネルを始めたいと思います。今日もスタイリングなんですけれども、ロレールのネイビーのベレー帽をかぶりまして、ビームス F のオリジナルのマドラスチェックのシャツ、チェーンドエムデビッドソンのリザードのベルトをして、リーバイスの646を履いたスタイリングになっております。結構急に驚くほど暑くなってきまして、なかなか羽織物も難しい季節になってくるのかなと思いつつ、まだもう少しだけ羽織物を楽しみたいなと思っている自分もいますので、頑張って、暑いですけど羽織物を着たいなと思っております。それでは、今回の本題に入りたいと思います。今回はサムネイルでもご紹介をさせていただきましたが、ロレールベレー帽についてちょっとお話をさせていただきたいと思います。秋冬もロレールのベレー帽をいくつか何回か紹介をさせていただいておりましたし、インスタグラムだったり、あとまあ YouTube で私が喋ってる時もロレールをかぶっていたりをしていましたので、ロレール好きなんだろうなと思われてる方も多いかと思いますが、今回は春夏のロレールベレー帽をご紹介したいと思います。やっぱりベレー帽って気になってらっしゃる方多いかもしれませんが、いざかぶろうと思うとなかなか難しいなと思われてる方も多いかもしれません。やっぱりイメージ的に、まあ、女性っぽいイメージをお持ちだったり、もしくはあと漫画家さん、まあ、手塚治虫さんですよね、のイメージをお持ちの方も多かったりして、ちょっとこうファッションとして取り入れたいけれどもなかなかちょっと難しいなと思われてる方も多いんじゃないかなとなんとなく思っています。ですがまあ、ボンビューにお店立ちをしていると、1日に何人かベレー帽をかぶられていて、まあ、その中の多くの方がロレールをかぶっていらっしゃって、もう非常に嬉しいなと思っております。まあ、私の影響でかぶられているのかどうか分かりませんが、まあ、それでもいろんな方面で紹介をしている手前、もう本当にかぶっていただいている方が増えることでは本当に嬉しいですし、そうやってこうロレールに限らずファッションを楽しんでいただけるきっかけになっていれば嬉しいなとなんとなく思いながらご対応させていただいているんですけども、まあ、それでもやっぱりなんか苦手だなと思われてらっしゃる方も多いんじゃないかなとなんとなく思っておりまして、まあ、そのあたりを今回はこの春夏のベレー帽というところでまたちょっとハードルが上がるんじゃないかなと思ってらっしゃる方もいらっしゃるかもしれませんが、実は個人的には春夏の方が被りやすいなと思っております。コスプレ感が弱まるといいますか、割と普通のこう被り物として捉えていただくことができそうな気がしておりまして、やっぱり女性が被ってらっしゃるものもそうですし、あとまあ手塚治虫さんが被ってらっしゃるものもほとんどがウールのフェルト素材になります。ですがリネンだったりコットンだったりっていう軽い素材になることで、こうまず仰々しく見えないっていうところと、硬く見えない、もっとこうソフトに柔らかく見えてきますので、で形もこう小さかったり、あとはこうくしゃっとしていたりすることによってコスプレっぽく見えない感じがしますので、春夏の方が実は使いやすいじゃないかなと個人的には思っています。なのでぜひこのロレールを春夏ちょっと挑戦をしていただきたいなと思っているんですけども、ひとまず私が所有しているロレールのベレー帽春夏のものをご紹介したいと思います。まず一つ目がこちら、今かぶっているものでプルムという形になります。サイズが M サイズですのネイビーですね。ちょっとこう張りのある少しこう固めの素材感のものになっております。あともう一つがこちらですね、同じくプルムという形で、こちらはサイズを L にしました。ちょっとゆったりかぶれる感じです。でコットン100でベージュカラーになりますね。こういうカラーです。でもう一回り大きいタイプです。マキシプルムという形になりますの、ブラックで M サイズを持ってます。でもう一つが、マキシプルムグレーの M サイズ、これもコットンです。グレーですね、チャコールグレー。あともう一つちょっと変わったところで言いますと、セネシオというモデルで、まあ、いわゆるミリタリーベレーのような形のものですの、サイズが L ですね。ちょっとこれ雰囲気分かりづらいかなと思いますので一回かぶってみたいと思いますが、その前にマキシプルムも一回かぶってみます。これがプルムという形ですね。これがマキシプルム、ちょっとボリュームがあるのがお分かりいただけると思います。少しだけ
大ぶりになってボリュームがある感じになります。こんな感じです。セネシオっていうのがこういう感じになります。ここの縁のこうパイピングがこうちゃんとはっきり見えてくる感じで、こう片方にグッと倒すと割とこうミリタリーベレーな感じがなんとなく伝わるんじゃないかなと思いますけど、でこう後ろに紐があって、これでこうギュッとサイズを調整できたりするタイプ、これはこれで結構雰囲気が良くてかっこいいなと個人的には思っていますと、この前春夏のロレールのベレー帽は計5つ所有をしておりまして、このセネシオだけ素材が麻ですね、リネン素材、リネン100になります。それ以外はコットン100で、フランスの方とか、まあ、いわゆるそのバスク地方とかベレーの発祥の地方とかでは夏でも湿度が低くて真夏でもウールのベレー帽をかぶってらっしゃったりする、まあ、例えばそれはパリとかイタリアとか、まあ、イタリアあまり見ないですけど、パリとか行った時もウールのベレー帽をかぶってらっしゃる方とも普通に真夏でもいらっしゃったんですけども、やっぱりそれ湿度の違いとか気温の違いでフランスは大丈夫でも日本だとやっぱりさすがにかぶっていておかしくはないんですけど、絶対に暑いですよね。確実に蒸れてきますので、であればやっぱりもう快適な素材感にあるに越したことはないと思いますので、やっぱりコットンもしくはリネン素材で、被っていただいた方が頭の環境もいいと思いますし、心地よく過ごせると思います。なのでやっぱり春夏のベレー帽っていうのはあるに越したことはないですし、すごくこう便利なアイテムだと思いますので、ぜひちょっと皆様にも注目をしていただきたいなと思っています。で結構まあ私がいろんなまあ、インスタグラムだったり YouTube で、まあ、いろんなスタイリングにベレー帽をかぶっておりますので、そのベレー帽に対するハードルっていうのは徐々に下がってきてるとは思うんですけども、いまだにやっぱりちょっとこうどういうふうにかぶっていいかわからないなと思われてらっしゃる方も中にはいらっしゃると思いますので、ちょっと簡単にお話をさせていただきますと、実はもう全くこうフランスっぽいみたいなことは意識されない方がいいと思います。やっぱりフランスっぽさを意識してコーディネートをしてしまうとどんどんコスプレっぽくなってしまいますので、例えばボーダーの T シャツを着てベレー帽をかぶってウエストのローファーを履いてみたいなことをイメージするフランスをこう重ねていってしまうとどんどんコスプレっぽくなってしまいますので、私は割と逆にアメリカンなアイテムを着た時、例えばヴィンテージのリーバイスを履いた時とか G ジャンを着た時とかミリタリーのアイテムを着た時とか US アーミーのミリタリー、まあ、例えば M65 を着た時、ジャングルファティーグを着た時なんかにベレー帽をかぶることが結構多くて、そうすることでこうミリタリー感っていうのはコスプレ感っていうのはほぼ出ませんし、キャップの代わりにもしくはニットキャップの代わりにベレー帽をかぶるっていう、ただニットキャップとかキャップよりももう少しだけなんかこう上品に見えるっていう見え方になる、ただそれだけだと思っていただければいいと思いますので、あまりこうベレー帽だからフランスだからっていうのは意識しない方がいいと思います。意識することでちょっとこう失敗してしまう、ちょっとこう恥ずかしいなってコスプレっぽいなって思ってしまうスタイリングが出来上がってしまうと思いますので、極力ラフに考えていただいて、こうアメリカものだったりイギリスものだったりっていうところにあえてポンと、特に意識せずにポンと入れていただくっていうのが一番こうベレー帽を取り入れやすい要因かなと思いますので、ぜひベレー帽春夏もぜひ取り入れていただきたいなと思っているアイテムの一つになります。でなんでこんなにベレー帽、まあ、特にこう被り物もそうなんですけど、まあ、その中でもやっぱりベレー帽が一番今はいいような気がしてるんですけど、なんでこんなにベレー帽をおすすめするかと言いますと、やっぱり春夏って今日の私のスタイリングもそうですけど、まあ、ジーンズにシャツだったり、もっと言うとジーンズに T シャツ、ジーンズにポロシャツ1枚みたいなこう軽装になってきますよね。レイアウトのスタイルではなくてアイテム単品をただ組み合わせるだけっていうスタイリングが圧倒的に増えてくると思います。それはもう日本の夏だったらどうしようもないことだと思います。やっぱり暑いので体調崩さないっていう面でも極力こう快適に過ごすためにはそうやって薄着になっていくっていうのは、まあ、必然的なことだと思うんですけども、その中でベレー帽が一つ入るだけでファッションのそのおしゃれ度というかこう見え方というか、多分第三者が見られた時のちょっとした駆動と感というかそういうのがぐっと上がると思います。なのでベレー帽を手に取って試着していただきたいですし、お試しいただきたいなと個人的には思っております。
で、秋冬のベレー帽ロレールですね、あのボンビューでも何点か仕入れをさせていただいて、もう本当に数日で完売してしまったんですけども、春夏も仕入れをしました。本当に少数なんですけど仕入れをしています。今この動画を撮影している時はまだ入荷をしてないんですけども、多分これを配信するタイミングではもう入荷をしていて、どれぐらい残ってるかっていうのは何とも言えないんですけども、ただ数が少ないのであまり残っていないと思います。なのでボンビューでもし買えなかった方は、概要欄にロレールを下ろされているベネクシーさんという会社がありますので、そちらの URL 貼っておきますので、そこから取扱店舗だったり、あとはオンラインで購入をしていただいたりっていうことも可能だと思いますので、とりあえずそのベネクシーさんのホームページの URL 貼っておきますので、もしボンビューで売れてなくなっているようであれば、そのベネクシーさんから購入をしていただくっていうのを検討していただければと思います。多分日比谷かどこかにお店があって、そちらでも取り扱ってらっしゃると思いますので、まあ、そのあたりも踏まえて、ボンビューでなければそこで買っていただくのも一つ検討していただきたいなと思っておりますし、そのベネクシーさんで以前商談をさせていただいた時も、大阪の方でも結構問い合わせがあったんですよっていうことを教えていただいたので、大阪でも多分買えるお店があるんだと思うんですけども、この YouTube チャンネルをご覧になっていただいている方は多分ご存知の方もいらっしゃると思いますので、ぜひ大阪だったらボンビューではなかなか買い物できないと思いますので、そのベネクシーさんの取り扱っていらっしゃる店舗で購入していただきたいなと思っています。なかなかやっぱり春夏のベレー帽、色もちょっとこうライトな感じになっていて、素材もライトな感じになっているのですごくかぶりやすいですし、先ほども言いましたが秋冬のそのちょっとこう仰々しい感じだったり、少しこう形がバシッと決まってコスプレっぽいニュアンスっていうのが少しだけですけど軽減されて、本当にかぶりやすいかぶり物に春夏はなっていると思いますので、手に取って一度挑戦をしていただきたいなと個人的には思っています。メガネとかもそうなんですけど、かぶり続けないと、ある程度かぶっていかないと似合わないと思います。似合うなと思えるぐらいまでかぶらないとなかなか似合うと思えないと思いますが、まあそれはもう一歩踏み出すだけのことだと思いますので、ぜひ皆様にも挑戦していただきたいアイテムの一つですし、まあ、特にこう先ほども言いましたが春夏になるとこう洋服のアイテム点数が少なくなりますので、そこでベレー帽が1点入るだけで随分こう印象が変わったスタイリングが完成すると思いますので、皆様にもぜひ挑戦していただきたいアイテムになります。やっぱりこのプルムっていう、マキシプルムとプルムっていうのが一番ベーシックな形だと思います。今私が被っているタイプですね。ですがこのミリタリーベレーも含めて結構かっこいいなと個人的には思っておりますので、ぜひ挑戦をしてみてください。かなりいいアイテムが揃っておりますので、でやっぱりロレールってほとんどがフランス製、多分全部なのか分かんないですけど、まあ、ほぼフランス製、私が所有したのは全部フランス製で、そのあたりもやっぱりすごくいいんですよね。その生産国が変わらずに一貫してフランスで作り続けてるっていうのは、まあ、セントジェームスとかもそうだと思いますし、まあ、いろんなそういう一貫して作り続けてるメーカーあるんですけども、そういうところっていうのはすごく応援したいですし、決してこうロレールのもしくはベネクシーさんの回し物というわけではないんですけれども、本当にいいものになりますので、まあ、そういうものを皆様にもぜひ知っていただいて、取り入れていただきたいなと、そしてこうファッションが楽しくなるような日々を過ごしていただきたいなと思っておりますので、ちょっと参考にしていただいて一歩踏み出していただきたいなと思っておりますし、もうすでにお持ちの方は2個目3個目といろいろこう買い足していく楽しみもあると思いますので、すごく本当に楽しめるアイテムだと思いますので、こうファッションをより楽しみたい方にはぜひ取り入れていただきたいアイテムになります。はい、今回ベレー帽、春夏のベレー帽、特に私はまあロレールが大好きなのでロレールをおすすめさせていただきました。また何かいいアイテムがあればご紹介をさせていただきますので、楽しみにしていただければと思います。それでは、今回の匠クロージングチャンネルを終了させていただきます。どうもありがとうございました。